にちは。今回はゼロから始める異世界生活第51話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。3期いいじゃん、2期よりは楽しめそうだわ。劇場型ってそういうことね。本当に劇場だったしな。映画館で見てたらここで終わってたのか。気持ち悪いで終わると買えばかよ。これ理由わからんままだろ。これ死んだ時の違和感持たなかったら積んでたな。逆にセーブポイント近すぎると対策が難しそう。やべえ能力すぎる。精神感応系の能力なのかな。でもスバルならこれくらい油断しそうって役の安心感があるのも草。スバルって死に戻り以外は無能やん。やべえよやべえよ、スバルもおかしくなって。アイレンコするやつはまともじゃない。みな洗脳済みか。この能力結構えげつない。サブ隊の劇場型悪意ってそういうことか。相変わらず作者の狂気についていけない。なんかのセミナーみたい。これが宗教洗脳ですか。上様だとヤバすぎて却下されちゃったやつかなこれ。もっとヤバい役のために温存されているだけじゃね。廃止に戻り。やっぱりか。死ぬんかい。久々の死に曲がり。死に戻りきた。ひどいマップ兵器だった。セーブポイントはここか。セーブポイント近かった。直前セーブだったか。割と近場にセーブポイントあった。1年前に戻されるとかじゃなくてよかった。それだったら別の意味で絶望するわ。セーブポイント近すぎ問題。セーブポイント近いのが良いのか悪いのか。劇場型悪意ってそういうことか。ダメだこいつ、全然成長してない。中の人が最後の言葉注目してくださいって言ってたな。気持ち悪い。リコリスリコイル。ニキ来るのが遅すぎて闇落ちしたか。タキナがどんどん売れていって闇落ちした可能性が。別の作品で再会したらどうなるのだろう。同調させた全員に同じダメージ与えるタイプなのかな。3期もこの歌が流れるのほんの数回だけだったりするんかな。ベアコが変わって1話。ニキのやらかしから反省点を見直してる感じやね。つかみはいいんじゃないでしょうか。1期の初回も最初の死亡までは投資でって感じだったからな。星の子もだけど3話投資でやらんとしまらん構成だったのかな。途中のやり取り必要あったのかな。細かいところまで気にする原作重視派には重要な情報。そういや、未だに死に戻りの件は誰も知らないんだっけ。言えないからね。小安に疑われていた。あのクソ長い演説を毎回聞かせられるんじゃないだろうな。エンドレスエイト、我の偉大さが分かったか。死に戻るのはスバルだけで、死んだ世界では全員捨て置かれてるんだろう。スバル以外の人生全部切り捨て放置プレイだと思うと何もハッピーエンドじゃないよな。オカリン、せやな。やっぱ死に戻りがあってこそのリゼロだよな。オーセンのこととかラインハルト一家のこととか懐かしいおさらいもあったが、魔女教が出てからの気持ち悪い狂気が全部持っていったわ。時間経ちすぎて覚えてないわ。パックどうなったんだっけ。ミキは身内だけで森ばっかりうろうろしてたから、どんなキャラいたか忘れてるわ。フェリシアってメムチョだったんだね。3期は暴食とかのやつらと戦う話なのか。今のところ一番混戦して一番戦うショーやな。5人で1人ボコればええな。今回の3期って原作はおもろいショーなんか。クソおもろい。戦闘多いので画面映えすると思う。エミリア父でけえな。一期からどんどんでかくなってねえか。父でかくなったって言われるとそうかもなって気もするが、今見たら最初からまあまあでかかったわ。やっぱでかくなってるよこれ。おっぱいで隠したやつに褒美やりたいわ。このめちゃくちゃエロすぎるエミリアは誰の差し金なんだ。男の子金箔を漏らしたまらん。あれが女の子だったら放送禁止になりかねんぞ。本番までの話が長すぎなのでは。いろんなアニメにうさんくさい子安が出てくるな。新キャラの褐色連れてた歌姫が失礼かみまみたって狙ってるだろう。八九時ちゃんにしか見えない絡み方まで似てたぞあれ。
普段はロリキャラなのに歌ってる時がロリ声じゃなくなってたところは残念だったな。いきなり死に戻りかよ。当選候補者たちはただただ懐かしかったわ。正しい選択肢じゃないと進めないことになってしまった。シリウスマジでいいわ。やってることはエグいんだけど、いいキャラしてる。最悪で最高のスタートです。には楽しみ。4年ぶりのリゼロに涙を禁じえない。最後スバル死んで終わるの、めっちゃリゼロだ。久しぶりすぎて忘れてたけど、これがリゼロだったわ。思い出した。ほんわか楽しいハーレムアニメだなんてそんなことないわ。これよ、これこそリゼロの真骨頂よ。3期は開幕から1時間半。懐かしいキャラクターもいれば、新しいキャラクターも盛りだくさんで、プリステラの世界観も面白かったな。丁寧な説明で話もすごくわかりやすかったし、ラストで一気に狂気マックスで恐ろしすぎる。仲良しなスバルたちに頬が緩み、舞台プリステラに応戦関係者集合で大興奮。エミリアタンは心も胸も強くなったね。ラインハルト筆頭に強者には課題がちら見え、そして平和な90分を叩き落とすのがリゼロ。魔女教滞在司教による狂った愛の策撃は悲観を飾るには十分でした。初回90分は気合入ってるけど、見るのが少し大変。ほら思い出して、とばかりの応戦関係者総登場だが、キャラが多くても不思議とお話が入ってくる妙。あちこちに伏線が仕込まれてる感があって、油断できない90分でした。さすがリゼロ、安定の面白さ。原作を読んでいる文キャラたちの一挙手一投足に伏線が潜んでるから引き込まれる。最後のシリウスに注目すると思うけど、アストレア家、プリシラ陣営の話にも注目してね。水門都市プリステラで繰り広げられたしばしの平穏に、少しずつ少しずつ影を落とす。今後描かれるエピソードに期待を馳せながら、最後の最後で劇場がダークイの神髄を浴びせられる。成長した彼らの活躍を見届けたい。聞く人の心に寄り添い、明るくさせる吟遊詩人のリリアナ。対し民衆を洗脳させ、愛を蝕むシリウス。前者は善意を、後者は悪意を持って周りを虜にしてるのが明白で、この落差が心にきます。スバルの気持ち悪いがまさに劇場型悪意にふさわしい。すっかり忘れていた応戦候補の健ちゃんや、スバルの軌跡をオットンやリニアナのセリフで把握できる親切な作りが良かったです。そしてプリステラを舞台に集結した見知った面々との平穏な日々が、滞在市長の登場によって一転する良い導入でした。レア子がスバルと同じくらい IQ が落ちてしまっているような、2期以前では考えられないくらいに甘々な性格関係になっているの好きなんですよね。エミリアとレムとはまた違った好きが見えるスバルの愛情と、小動物のように離れないレア子の愛らしさ最高です。ごめんね、ありがとう、とか自己完結してしまうシリウスだけど、ベテルギウスも自己完結する醜悪さはあった気がして、ベテルギウスとはまた違ったベクトルで気持ち悪さを感じさせてくれる2人が、共通してるのがロマネ・コンティという名の何の因果なのか、面白い設定だよね。シリウスの感情の高ぶりと同時に画面も熱気で白みがかったり、メガポジと血の組み合わせ、一気のペテルギウスに憑依されたスバルのように目に狂気が宿る赤い目だったり、劇場型悪意さながらキャラの言動とアニメで表現し得る全部で気持ち悪さを感じられたのすごく良かった。水門都市の応戦候補者たち、90分という贅沢な3期開幕もケレン少なくおとなしめ、でもその中に予期せぬ開口や再開、牽制下の因縁等、さまざまな思惑と火種がふすぶる一話。そんな印象を最後で一気に破壊し覆す緩急よ。再始動をその気持ち悪さ褒め言葉に痛感。いやー素晴らしかったですね。途中まで情報量多すぎて大変だったんだけど、最後の展開はさすがのリゼロ、見せ方がえぐくていいです。ベアトリクスのキャラ編に加え、篠原雅弘新監督と佐川遥さんの新キャラデザートで、とても新鮮な気持ちで見ることができた。最後までご視聴いただきありがとうございました。
皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。